皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが4月23日に配信した、火曜日恒例の予言の5回目をご紹介します。今回もカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2024年4月23日の予言。大きな高層ビルが炎に包まれているのが見え、一部の人たちは救助されますが不幸にもそうならない方々も出てくるでしょう。その火災はビルの高層階で発生します。多分20階とかでしょうか。炎はとても早く燃え広がり一気に最上階まで達すると思います。インドが脳裏に浮かび、また似たような出来事がニューヨークかシカゴまたはその両方で起こる予感がします。つい先日も Q&A のライブを配信しましたので質問がある方はそのライブをご覧ください。そこでもお伝えしましたがイギリスの友人がハリケーンなんて見たことがないと言っていました。ですがもうすぐ見ることになるかもしれません。竜巻も今まで起きたことのない場所でたくさん発生しています。7月末から8月にかけての記録破りの熱波に警戒してください。しかしメディアが相当気温をかさ上げして報道するので本当は何度なのか自分で確認するようにしましょう。もちろんその時期は暑いのですが、それ以上に暑くメディアは見せようとします。ですがそのような誇張をしなくても中東はとても暑くなり、夏場に熱で倒れる人が出るとスピリットは予言しています。それだけでなく12月から1月にかけて暑くなるそうですが、多分南半球のお話でしょう。そして南極に不自然な気象現象が起こると思います。それが何なのかはまだわかりませんがもうすぐはっきりするでしょう。若い視聴者の方々もいますが多くは35歳以上の人が多いです。若い人たちにもっと視聴していただければと思います。大学生の人たちは今アメリカの大学で大規模な抗議行動が行われているのをご存知でしょう。これからこの運動は過激化し、銃撃事件が大学で起こるかもしれません。特にニューヨークのどこかの大学だと思います。それも大規模なもので。大学生が抗議しているところにその邪悪な企みが実行されるでしょう。大事件になり数十人もの人たちが巻き込まれるかもしれません。23という数字が頭に浮かび、それが犠牲者の数なのかそれとも日付なのかは定かではありません。どうかそのような事態にならないよう愛と光を抱いて祈り、抗議行動からは距離を置きましょう。それとは別にジョージ・フロイド事件に対する抗議行動のような騒ぎが見えます。火炎瓶が投げられ、その炎は道や建物で燃えています。警察は抗議参加者を攻撃しますが、それと同時に無関係の人たちまで攻撃します。多分報道関係のクルーまで巻き込まれるのではないでしょうか。もしかするとジョージ・フロイド事件と同様に警察が人の命を奪うのが撮影されるのでしょう。それが人々の怒りを買います。多分10月か11月あたりに起こると思います。台湾の話題に戻りましょう。ここの人たちは地震や中国からの脅威で大変な思いをしているでしょう。中国がこれからとても怪しげな動きをしてきます。荷物を運搬するための港に何かしらの工作がなされるかもしれません。特に最大の港が怪しく、サイバー攻撃か以前お伝えしたビジョンである船が高速で港に衝突する事態になることもあり得ます。長くご視聴されている方はご存知だと思いますが、予言は的中する時期が近くなると繰り返しそれも前よりも具体的なビジョンが見えてきます。以前お伝えした船が港へ激突する光景は多分台湾に関係があると思います。もし私が台湾政府の関係者でしたら軍隊が全ての港を守るよう手配するでしょう。先日の Q&A ではサウジアラビアの将来についての質問があり、大きな崩壊に見舞われるのが見えると予言しました。今の政権が大変な目に遭うでしょう。
スピリットによれば何人かが相次いで倒れますが、最初に倒れる人は自分の家族によって倒されるそうです。トルコがずっと気になっており、スピリットによればすぐにでもまたトルコは何も手がつかない状態になるでしょう。もしかしたら大地震が再び襲ってくるかもしれず、トルコの軍隊が緊急出動しているのが見え、救出に向かうのかそれとも戦争か多分その両方かもしれません。スピリットはトルコに対する注意を怠らないよう呼びかけており、反キリストが隠れている予感がします。ドナルド・トランプ氏が倒れて救急搬送されるのが見えます。彼の健康は度重なるストレスと不健康な食生活で蝕まれています。スピリットによると彼の心臓周辺にとても大きな圧力がかかっているそうで、心臓の手術やステントを入れなければならない状態になるかもしれません。裁判所で彼がそのような状況になるかもしれず、マスコミは彼がそうなってもそれは芝居だとかフェイクだと報道するでしょう。ストレスに襲われると体は急速に壊れます。ストレスこそ最大の死因なのです。スピリットによればこれから最も目立つ内部告発がホワイトハウスから出てくるそうです。これは私が以前お伝えしたチャネリング予言と合致するものであり、大きな揺れがホワイトハウスを襲うという内容です。覚えていますか？そのようなことにいち早くなってほしいもので、それは選挙の前に起こるそうです。橋が洪水で崩落したり爆破されるビジョンが見えており、メリーランドの橋のような事態が起こる予感がします。またそれは大地震とも関連があると思います。ゴールデンゲートブリッジが脳裏に浮かびましたがもちろん破壊されるわけではありません。ただし一時的に封鎖される事態になったとしてもおかしくはありません。これで本日お話しすることは全てですが、これからもいろいろな動画を配信しますので予言を心待ちにしている皆様を飽きさせることはありません。皆様からのご支援に感謝するとともにこの無料のコンテンツを配信できることにも謝意を述べさせていただきます。どうか恐れることなく準備しましょう。心に光を抱いていればたとえ悪い未来であっても回避したり結果を変えることはできるのです。私たちは自分が思っているよりも強い存在であることに気づきましょう。また近いうちにお会いしましょう。この素晴らしい日を満喫するとともに人生を祝福し、他人に親切に接すれば人からも優しくされます。自分に対し大胆に親切に誠実でいてください。ナマステ。いかがでしょうか。ようやくジョセフさんに追いついてきました。今後はさほどお待たせすることなく配信できると思いますので今後ともよろしくお願いします。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。